皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。あかね先生知ってますか？あかね先生知らねえやついる？いねえよな。マイキーの真似。あかね先生っていうのは YouTube をやってる先生で、日本語の先生です。私みたいに日本語でゆっくり簡単な言葉を使っていつも動画で話をされてます。日本の文化とかね、日本のことについていろいろ楽しい動画を撮ってる先生なんですけど、2年くらい前にあかね先生からゆか先生のことをインタビューさせてくださいって連絡もらったんですね。私まだベトナムにいたので、ズームでインタビューしてもらって動画を作ってもらいました。日本語の森のチャンネルで話したことがない内容とかたくさん話してるので、私に興味がある方はぜひ見てみてください。今日はあかね先生とお出かけします。あかね先生の知り合いの方がイベントを開くらしくて、これからあかね先生と夜ご飯を一緒に食べて、その後そのイベントに参加します。日本語教師の知り合いとか友達全然いなくて、もう全然いなくて、本当に貴重なお友達なので今日もすごく楽しみにしてます。じゃあこれから表参道に行きます。お待たせしました。美しい人がいると思った。すいません、めっちゃ迷っちゃって下で。大丈夫。かわいい。いやシワがやばい。YouTuberのちょっと歩きましょうか。大阪帰ってましたよね。あ、帰りました。え、新幹線ダメだった？そうなんですよ。なんか新幹線が、もう人いっぱいいすぎて、私指定席取ってたんですけど、それもなんかもう遅れすぎて、多分深夜とかまでずっと新幹線あの日動いてて、でももう乗れなくて、その改札に入れなかった。マジで。日本には8月にお盆休みという長いお休みがあります。お盆休みは自分のふるさとに帰る人が多いです。私も関西に帰ったんですが、台風のせいで新幹線に乗れなかったんです。ニュースにもなったので、あかね先生がその話をしてくれましたね。そんなすごかったんだ。確かにニュース見てた時も人がたくさんいて溢れ返ってた。やばかったです。ご実家どちらでしたっけ？私はね、埼玉なんですよ。あ、うん、じゃあ普通にお盆は、あんまお盆は意識しない。あ、そうですか。がっつり帰りました私。まあそうだよね、やっぱちょっと離れてると、うん、やっぱお盆の時に帰りたいって思いますよね。遊びました。あかね先生最近めっちゃいろんなとこ行ってますね、動画。そう、でも私なんか2ヶ月遅れとかで出してるから。ですよね。今どこにいるかわからないってよく言われる。なんかちょっと前に北海道の動画上がってましたよね。はいはい、まあ、あれとかも6月とか。そうなの。めっちゃ見てます。あれ、ありがとうございます。 Vlog 楽しくて、なんかコメント欄が面白くて結構見てます。すごいいろんな言語で。ですよね。書いてくれて、コメント欄までチェックしてます、あかね先生の動画。え、これさ何使ってます？ iPhone。 iPhone の13。めっちゃ綺麗ですね。なんか違いますよね。スムーズ。私が古すぎて。あ、これのしかもなんか画質一番なんか、いいやつ、いいやつにしてます。いいですね。めっちゃ熱い。見てよこれ。でもなんか画質すぎたらシワがすごいから大丈夫、綺麗に編集者が何かやってくれるんで、本当修正しといてください。大丈夫です。お願いします。今日はあかね先生がおでんですか？え、なんか行きたかったところですか？そうなの。そうなんです。もともと行きたいなって思っていた店舗が代官山にあって、でも今日代官山はお休みっていうことで、あ、そうなんですか？そうなので、表参道にあるからそっちはどうですかって言われて、で、あ、じゃあぜひっていうことで。やった。はい、おしゃれそうな感じなので、行きます。
私はいつもあかね先生の動画を見ているファンなので、あかね先生が撮影しているところを見ることができてすごく嬉しかったです。皆さんも初めて見るんじゃないでしょうか。あかね先生とご飯を食べている動画はあかね先生のチャンネルで見てください。いつも一人で撮影をしているので、こうやって二人で撮影するのはめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。あかね先生ありがとうございます。ここはドレラというアートギャラリーです。いろんなアーティストの方が作品を見せるための場所で、カフェにもなっているそうです。こちらがあかね先生のお知り合いのレオンさんです。マレーシアの方らしいですよ。おいしい食べ物と飲み物、アートもたくさんあって、とってとても素敵な場所でした。松村さん、すごい素敵ですね。この絵はどういうコンセプトっていうか、未知との発展がテーマになっておりまして、宇宙に出てしまえば全てのことは私たちは分からない、未知だとの想像で、魔法があったっていい、何があったって構わないと書いております。あ、それから有名人にも会いましたよ。台湾の方なら知っている人が多いんじゃないでしょうか。中国語勉強するために見てた勉強の方が今泣きそうで何言ってるか分かんないんですけど、こんにちは。こんにちは。赤手先生、私のことを知ってくれていたみたいで、ゆか先生って言ってくれました。すごく嬉しかったです。本当に有名人いっぱいいましたね。びっくりしました。私も本当に泣きそうでした。本当に。あかね先生もすごく有名人で、私も有名人で。あかね先生、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また遊んでください。ぜひご飯行きましょう。行きましょう、うん、ありがとうございます。帰ります。有名人に会いました。誰ですか？全員有名。ありがとうございます。皆さんこんにちは、日本語の森のゆかです。今日はスペシャルな人がいます。めっちゃ喋ってくれた。あかね先生。